皆さんこんにちは。この YouTube チャンネルでは今回から何回かに分けて学校の先生向けにウサギの飼い方の講座を開きたいと思います。第1回目の今回はオスとメスの違いについてお話したいと思います。普段学校の先生とお話しする機会が多いんですけれども、ウサギを飼っている学校ので一番先生が困るのがオスとメスの違いがわからないという質問が多く寄せられますので、それについて説明したいと思います。まずはじめにウサギ、こちら2羽いますけど、片方がオスです。片方がメスです。で、見てもらうと分かる通り、ウサギはパッと見外見上はオスとメスがの違いが分かりません。で、学校で飼っている場合もオスとメスの違いが、分からず飼っていることが多いと思います。ではオスとメスどのように見分けるかと言いますと、お尻の部分ですね、陰部を見て見分けています。オスの場合はこういう感じで抱っこするとこういうふうに精巣が2つついているのが分かると思います。こういう感じで、それからね、それからペニスが出てる場合はこんな感じで見て分かります。ここに何もないのがメスの特徴です。よいしょ。もしひっくり返して抱っこするのが苦手な子だったら、ここからこのように、お尻の下から入れてこういう感じで清掃を探してもいいかもしれません。ただひっくり返して入れた方が確実に分かります。オスのお尻には清掃という袋が2つついているっていうお話をしましたが、例えばこういう子だとお尻を見ただけではすごくね、毛深くて見にくいです。で、そういう子についてはまずは毛を少しどけてあげて袋を探します。そうするとこんな風に袋が2つついているのが見えます。で、こういう場合はこの子はオスっていう風になります。で、メスの方は袋がついていないと言ったんですけれども、実はこの2つの袋は小さい時にはお腹の中にいて、大人になるにつれて下に降りてきます。なので、で稀にこの袋がお腹の中にとどまってしまう子もいます。なのでまずオスとメス見分ける時には袋がついているかついてないかで、ついていなかったとしてもそこでね、あ、じゃあこの子は袋がついてないからメスだなって思うんではなくって、もう一つ、見分けるポイントがあります。それは、オスにはペニスといって円筒状の陰部がお尻についてます。で、それはですね、ここを確認します。このお尻の下の方についてる。で、ここの部分がこういうふうに少し押してあげて、メスの場合は何も出ないんですけど、オスの場合はこういうふうに中のペニスが外に出てきます。で、こういうふうにね、奥から押してあげて中のペニスが出てきた場合にはこの子はオスということになります。袋があるかないか、それからペニスが出るかどうかでオスとメスを見分けてください。
今日はオスとメスの見分け方についてお話ししました。で、見分け方ですね、まとめるとこんな感じになります。まずは精巣があるかないか。精巣がある場合はオスのウサギになります。で、精巣がもしなかった場合ですね、精巣がなかった場合には次にペニスの方を確認します。で、精巣がなくてもペニスがあるウサギはオスのウサギになります。で、精巣がなくてペニスもない場合にはメスのウサギになります。これがオスとメスの見分け方のまとめになります。ということで、今日はオスとメスの見分け方についてお話ししました。で、皆さんの学校でもオスとメスわからないウサギさんたちが、いるかもしれません。その子たち、ぜひですね、オスとメスきちんと見分けてあげて、それぞれの飼い方がありますので、それぞれの飼い方で飼ってあげてください。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。